山のかなたに、は、石坂洋次郎の小説である。1950年と1960年に映画化、1966年には、テレビドラマ化された。長野県のある田舎町を舞台に、母と共に、洋裁塾を経営する井上美佐子、高校の物理科学の教師、上島健太郎の二人を中心に、青春とそのモラル、生徒と教師の健太郎自身との成長過程を、 地方色豊かに描いた群像劇。高校では、グレンタイキ取りの不良学生が後輩を支配して乱暴を働き、彼らに対しては、問題を生徒がおのおの自分たちで解決してほしいと考えて、待つだけで消極的な態度だったケンタロウに対し、ミサコは非難して、カカシさんというニックネームをつけた。ある日、国語教師、山崎からミサコに宛てた恋文を持っていた。 美佐子の弟、大輔がその恋文を不良連中に奪われ、学校中に人騒動を巻き起こる。テレビドラマ版では、原作で舞台となっていた、旧正中学校を新生の高等学校に置き換えている。1950年と1960年に二度映画化、されている。7月8日公開。制作、配給は新東方、藤本プロ、モノクロ。 本作は2部作で、第1部、リンゴの方と、第2部、魚の接吻からなる。キャストスタッフ主題歌、山の彼方に、歌、藤山一郎2月2日公開。制作、配給は東方。カラー、上映時間は109分。前作と同じく、第1部、リンゴの方と、第2部、魚の接吻の2部からなる。 キャストスタッフ主題歌日本テレビの月曜20時枠の時間帯で1966年1月17日から同年4月11日まで放送された全13回放映形式はモノクロ 16mm フィルム石坂洋二郎原作のシリーズの第2弾提供は明治乳業と田辺製薬。主題歌山の彼方に歌船木和夫テレビドラマ 山の彼方に、の世界1966年1月17日付、朝日新聞、テレビ欄より、1966年1月17日付、毎日新聞テレビ欄より、ありがとうございます。